皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証チャンネルでございます。最初、ハリネズミで、えー、やってたんですけれども、もう、あの、クソ男がですね、あの、被ってくるんで、しょうがないからね、えー、ハリネズミ生活に変えたんですよで。ハリネズミ生活って変えたんだけれども、えー、検証のことをちょっと言い出したら、と検証の方が割と人気が、えー、出て、えー、なんか、 まあ、求められてるっていうのかなそんな感じがしたのでですね、検証の話をするようになり、えそして、えー、現在に至ると、ハリネズミ検証生活という名前にしておりますが、なかなかね、ちょっと、ハリネズミ検証生活で名前にすると、えー、まあ、今までよく行っていたライブとかですね、えー、そういうところに行くときにコメントを読み上げていただくときに、すごいちょっとこっぱずかしい感じがするんですね。チャンネル名を宣伝してもらってるみたいな。 なあ、こいつ検証やってんのみたいな、そう、わかりやすいタイトルじゃないですか。な、えー、の、名前じゃないですか。ハンドルネームっていうのかなアカウント名っていうのかなハリネズミ検証生活さん、こんにちはとか言われるとちょ、かなり恥ずかしいんだよな。なんで検証とか恥ずかしいんだろうなって思ってしまう、えー、だろうと。えー、そんな感じです。えー、先ほどからですね、これ映してるんですけれども、これなんか限定らしいですよ。私、あの、割と、ハーバーの あのよく質問で、えー、美容液とか化粧水とか何使ってますかとか言,って言われるんですけれども、えー、まあ私なんかでよければ私は、えー、割とハーバー好きなんですね。 女性の管理職、女性の、えー、なんて言うんですかね。あの、社員さんが多い、女性ならではの面白い、なんかいろいろ、あの、商品を開発して売って、で、株主総会とかでもですね、あの、なんか、その株主総会限定販売品みたいなのを作ったりとかして、そういうなんか企業努力がすごくね、あんなのは新しい商品なんか作れば、その開発して、そう作る、 テーマコストとか考えれば、すごいあんまり見合わないんじゃないかなとか思いつつも、なんかいろいろチャレンジしてる北海道の会社なんですけれども、まあ基本的にあの、香料とかは、えー、まあし、し素な、あまりない感じ。あの、結構ヨーロッパの方のブランドの、えー、ものはバラの香り結構きつくないですかあの、シャネルとか、え、ディオールとか。 まあ,その辺まあ若い時は生き、えー、ってましたんでディオールをすごい使ってたんですけれどもあのまああと中盤ぐらいからはクラランスとか使ってたりとかあのね私神奈川県なんで出身とかがあのまあタレントでいうと松嶋菜々子さんとかがですねデパートにねデパ地下のあのところに来てですねあの買ってましたわクラランス買ってましたね。 デパ地下じゃなくてデパートの、えー、コスメ売り場のところで、えー、買っておりましてですね割と近しいところで、あのー、よく見る。 芸能人の方でしたね。神奈川だったんで。えー、で、あの、乗馬のところでソリマチ、ソリマチ隆あれとやってたのも、私その、あの、乗それを見つつ、自分のも,も、もうあれ、乗馬ってね、あの、金具みたいなやつが、すごい鎖骨に当たって、すっげえ擦れて、すっげえ痛いんですわ。で、あの、もうね、この、なんていうのか、内ももでグッとこう、馬をこう、馬の底の、なんか、 器具みたいなところをこうクってやるから、すっげえなんかあの、痛いんですわ、擦れて。もうその、痛すぎてもう無理なのと、なんかね、私には全然向いてなかったですね。あと、同じような感じで、ラクダに乗ったことあるんですね。あの、エジプトで。エジプトで、あの、よくあるじゃないですか、エジプトのピラミッドで砂漠にすごいあって、あんなのにラクダ乗ったら、ものすげえなんかの、 えね、すごい、すげえなんかこう、ね、砂漠に楽だってすげえなって思うかもしれないですけど、ふっ、振り向いたら高速道路。で、それがエジプトでしたよ。それもう何十年も前の話でございますが、エジプトの事実。 あの、砂漠って、本当に砂漠であそこに砂漠に行くみたいな、まあ、なんていうのかな、日本で言うと、あの、青木ヶ原樹海みたいなところの樹海のところに行ってとか、そういう感じでね、もう見渡す限り何かっていうわけじゃなくて、もう振り向けば、振り向けば高速道路。それがエジプトでございましたね。で、あの、まあ、結構神奈川県はタレントとかですね、あの、いろいろ役者とか、 まあ、いろいろお、おおございますのでですね。結構生活圏内で、いろんな人に、あの、遭遇したりしますね。うん、いや、なんか、こう、別に普通に、あの、近所にお住まいになったりとかしてるわけですから、うん、なんか、あんまり珍しくはないんですけれども、えー、なんか、まあ、最近、 なんて言うのかなだからその売り場とかで買ってるものって何買ってんのかなっていうのをこう,こうちょっと見て参考にしたりとかえ、そういうのはございます。ありますね。で、あの、まあ、でも今マスク社会だからね、目だけで判断しろっていうのはちょっと無理かなっていう。でもなんか、こう、子供の習い事とかのさ、あの付き添いも同じように、 私たちと同じようにやっぱそれで混じっているわけですわ。でもやっぱりね、地味にオーラが出ないようにしててもね、なんとなくわかるオーラが、えー、同級生の、えー、うちのチビのスケート同級生とかの、えー、お母さんたちの中に、えー、まあ、あの、一応芸能人で、も表に出てる芸能人の方で、えー、ね、 で、オーラを消してるんだけど、もう,もうとにかく小切れみたいな、そんな感じありますね。まあ、あるあるですわな、神奈川県。神奈川県。特にあの、まあ、田舎の神奈川県はないかもしれないですけれども、でもあの、まあの、ね、そういう自然が好きな人とかもいるんで、逆になんかあの、葉山とか寿司とか、あの辺は割とまた多いんで、多いんですよ。お金持ちしか住めないような。 地区なんですよ。ず、寿なん、ずししなんていうのはね、うん。まあ、そんな感じでございます。<laughs> はい。で、えー、コスメとかですね。よく、その、シャンプーが私、シャンプーオタクなんですよ。シャンプートリートメント。 シャンプー、何ていう、コンディショナーオタクっていうか、もうじゅ私の髪の毛は、ふさふさでございますんで、ふさふさなんで、自分を人体実験しても、全然問題ないんで、抜けても全然、あの、ウェルカムみたいな感じなので、いろんなシャンプーとかをですね、あの、まあ、試したりとかして、で、今着地して落ち着いて気に入ってるのは、えー、ミルボンの王子あのシリーズの、えー、 やつですね、まあ、その時々のその髪質によって、えー、まあちょっとスカルプの方を使ってみたりとかあとはちょっと髪の毛が パッサパサになってきたらちょっと落ち着かせるものを使ったりとか、あとは、も、ま、う、あ、すっごいオージアだけでもバリエーションがありますんでね、髪質によって。で、あの、美容院大体月1回ぐらいは行くんで、その月1回に行った時に、えー、オージアの、えー、オージアソムリエっていう方がいらっしゃって、その人にちょっと髪の毛を見てもらって、えー、このタイプですね、みたいになったりとか、あとはまあ、あの、トリートメントだけ、えー、ちょっと、 なんか行ったりとかですねモッツヘアとかにトリートメントとか行,く行ったりとかもするんですけれどもケラスターゼとかのトリートメントあれもなんか科学実験みたいで面白いんですよ。あのなんか 液体がブーっていろんな色があって、その色のあれと晴れを混ぜて、これでそのままでなんか作ってトリートメントをするって、まあ一週間ぐらいしか持たないんですけれども、なんかその、ちょっと気分が良くなる。3日ぐらいはなんかもう美容院行ってきたっていう気分で、モチベーション高くですね。これももう私だけじゃなくて、ちびのすけもね、 そうなんですよ。あの、ヘッドスパーやってもらったりとか、あんな子供だからいいでしょとか、くすやすいのでいいでしょって思うかもしれないんですけれども、やっぱりヘッドスパーやってもらうと気持ちよかったりとか、あの、 とりとめてやると気分がいいっていうのはね、同じ感覚みたいですよ。うん、そんなことやってやるとあいつはね、ちょっと感覚がね、ボンズーになってくるんですよ。本当に。検証対象商品であの、好きなもん持ってきていいよって言って、必ず高いもん持ってきますからね。うん、でも <laughs> 親じゃないと買えないっていう、そういう時期も来ますからね。これは、あの、親にと一緒に行った時買ってもらうとか、これは自分で買おうとかさ、そういう時が来て、うん、ね、そういう人生においてそういう時もあるでしょうから、まあんまいい,いっちゃいいかなって、まあ、ほんと経済観念がね、ないというか、まあ子供だから正直なんでしょうけれども、美味しいのを取ってくるっていう。うん うーんっていう感じです、えーえー。そうですね。最近ちょっと、えー、コメントとかを拾っていないので、最近ちょっとね、うちのこちびのすけのライブの方に、えー、出没する率が高くてですね。はい。あのーあ、コメントね、結構最近ね、あの、あれが多いんですよ。あの脱毛期のレビューの、えー、質問とか、 あの、脱毛期の、えー、なんか、ご意見とか、えどうですかとかっていうのを聞かれることがすごく多くて、あれはなんかね、ちょっとまたやらな、やらなきゃなと思っておりますね。私にはなんかこう、説得力はないかもしれないですけれども、思ったことを口に出して言えるっていう、しかもなんかその、企業案件とか企業絡んでないから、ストレートに言う、 得るっていうところが、まあ、レビューに向いてるんじゃないかなと。人間の心理からして、あの、企業案件でね、いいです、美味しいです、これですよ、とかいう、なんか、あの、企業目線でやられると、それって信用できなくないですか私はどちらかというと、レビューとかも、プラスの方を読んで、安心して買うタイプじゃなくて、その中のマイナスの方を参考にして、購入の、あれにするタイプ。 まあ、ほとんど物のを買うときは、人の意見とかあんまり参考にしないで自分で買って、自分で思って自分で失敗したのも、あの、忘れて、えー、また成功するものをですね、買うっていう、なんかまあ、大体イメージで買ったりとか、見た目とか、そういうフィーリングで買ってるタイプなんで、すごい慎重にね、あの、レビューとかを参考にしてくださる方の、 えー、いるんだなって思うと、ちょっと不思議な感じですね。なので、まあ、ね、髪の毛とか、あの、いろんなものもですね、別にあの、タレントさんだったよね、このなんかあの、怪しいのとかは、試せないでしょ、モニターとかもできないでしょ、なんかだって抜けちゃったら、万が一何かあったら困るから、でも私なんかね、もう何でもできるわけですから、まあ、そういうのを強みにですね、あの、だって、焼け、足が焼け焦げたって別に、 焼け焦げて、なんかあざになっても、別にっていうぐらいであ、何でもチャレンジできるので、うん、焼け焦げてって痛かったら嫌ですけどね。なんかこう、くれくるねってくってあざになりましたとか、なんかあるかもしれないじゃないですか。やえ結構それで怖いなって思ってる人もいるかもしれないじゃないですか。あのー、結構ね、えー、毛、毛のね、 えー、で、コメントとか質問とかも多いんですけども、最近来たコメントはですね、何回か使ったら吐いてこなくなりましたかって。もうこれはね、個人差があるんですよ、個人差。髪の毛っていうものも、毛量とか、あとその、髪質とか毛質とか、とかもうそれはもういろいろな、えー、あそこの毛、あそこの毛、そっちの毛、すね毛、えー、腕毛、指毛。それ全部ね、 個体差があるので、なんとも言えないですね。私はどちらかというと、髪の毛は、えー、濃い。 タイプで太、太く、えー、そして、えー、量が多いっていうタイプなんですけれども、あっちの毛とかはですね、えー、まあ、そのも知りたくないと。<laughs> 割と、えー、そんなに量はない感じで、えー、まああっちやめましょうね。すね毛の方はですね、えー、そんなんちゅうのかな。そんな量、量がなく、すね毛っていうのかな。すね毛は量がなく、割と、チロチロチロってなんかちょっとなんか、 うん、縮れた毛がちょろちょろって入ってるぐらいですね。まあ、脇毛もそのような感じですね。なので、え、量が少ない分ですね。あのー、結構お金かからなかったですね。脇毛の方はですね、あのー、エステサロンで針をニュッと刺して、結構新しいもの好きなんで、結構早い時期に、あのー、こう、 こう、な光照射でやるやつではなく、針みたいなやつを刺して、ビリビリビリってやって、一本ずつ抜いていくっていう方の永久脱毛を、やりましてですね。あれはだいたい20万ぐらいかかって。まあ、それもね、毛量によって、40万かかる人もいたりとか、ボったくらいでいる人だと100万ぐらいかかってる人まで、ピン切りですね。でも、あの、脱毛で安く、安く済んでも、その後の、 なんかね、怪しいね。あの、<laughs> エステのコースに。 えー、な、もう、終わりそうになると、次のコース、20万ぐらいの、え、組まされたりとか、私はローンでやらなかったんだけれども、組まされて、結局、なんかそういう高いコース行って、自分が予約しようかなと思う時になると、予約いっぱいです、こ言われて、うにうにってして、消化しきれないで、もういいや、ここって思って、なんかそういう、なんかエステのあるあるとか、うん、結構ね、あの、体験の時は、一番上手い店長の気持ちいい人が出てきて、で、うっとり、 すするんで,すよで,で営業トークもう最後の方は絶対契約しなきゃいけないような感じになってで契約して晴れて1回目通おうとするともうそれもなんかあの割と予約が取れない、えー、地獄に陥って。 で,つつで、一番腹立つのは、えー、その時に体験した時の、えー、施術ができる人じゃなくて、新人とかね、あんま上手くない人に当てられたりとかするんですよ。あれもね、金の、金次第みたいなところがあって、えー、結構それで下手な、下手くそな、こんなはずじゃなかったのにっていうのに当たったりとかすることがあるので、えー、最近はですね、トータルビューティーサロンとかっていう一回こっきりの、え あの美容院の中に併設されてるえ、まあ、ネイルとかいろんなことエステっぽいこととかもできるようなところに行っておりましたね。もうそれであのまあこのコロナとかそういうのに当たるとこれやっぱりあの来場制限があったりとかあとはその何て言うのかな時短営業とかまあ 最初の1年前ぐらいの時は、もう、美容院自体が、え、こう、休業してたりとかして、もう大変だったんですけれども、え、まあ、それで、ちょうど、美容皮膚科とか、たまたま皮膚科に併設されてる、え、なんかあ、あの、自腹で、10%、あの、10%じゃない、全額自腹な自己負担の、え、皮膚科。もう、ほんとね、 プライスですよ、ですよ。歯も、皮膚も。もうシミなんかね、お金、あの、皮膚科の治療じゃなくて、お金払って全額自腹のやつでやったら、ほん 本当にさーって抜けますよ。フォトフェイシャルなんかやればね。ただそれも個体差があるので、それ、シミの範囲とか、シミの濃さとか、自分が手入れをサボった分だけ、えー、値段が、えー、プライスレスになってくるので、その範囲が出かければそれだけやっぱり照射、えー、やっていかなければいけないからお金がかかったりとかしますしね。あの、フォトフェイシャルも効果が出てくるのは、ワンクールじゃちょっと無理なんですね。ワンクール。 大体4回で8万とか、それくらい、まあ安い感じで8万ぐらい。まあ1回の治、結構だからね、美容皮膚科はね、本当エステはね、2時間で2、3万ぐらいなんだけれども、美容皮膚科ってね、ほんと30分ぐらいしかいないのに、2、3万取られるからね、ちょっと本当になんかこう、 せちがないというか、でも、あの、だらだら長く、にわーってやるか、一発、なんかこう、ぐっとこう、やるか、それも、おそらくだから、時間があるかないかで、ね、違うと思うんですけどね。まあ、美容膚科のは気,気持ちよくはないでございます。え、あとコメントがいただきました。えー、おかめインコの人って、名前コロコロ変わりますし、コミュニティが変、サブアカも、 複数あってサブチャンネルの投稿が異常でした分かってる人は相手にしないから新しい人に取り入るんでしょうねやばいですババズああ、これね分かる人しか分かんないと思いますけれどもあのね私前に一回動画をあまりにもムカついてい一発上げたことはあるんですけれどもそれはあのなんかあのあまり ね、人が気持ち良くなるような内容でもないので、まあ、継承を兼ねてですね、一定の期間に公開して、あとはあ広告もつけず、えー、一定期間置いて削除したんですね。でもあ、最近またですね、行動が目立ってきてですね、まあ、アカウント名をコロコロ変えるんで、誰っていう名前で呼んでいいのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、なんかね、私も結構、 この人の言ってることだなっていうのはありますわ。なんかペットをね、私が、あの、何ていうか、ハリネズミをアップしてた頃にあの、ペットをアップするのはねあの、亡くなった時に、ペットが亡くなった時に悲しい思いをする。 やっぱ嫌な思いするから、やめた方がいいだろうなんだろうな、んか上から見せてアドバイスを送ってきた割に、今自分がやってることは、その、インコを追っかけましてですね、なんか、YouTube で、んなんか、まあ見れば、この人はこの能力があるとか、これ、大したことねえのに何こんなくなこと言ってんのかなとか、思うわけじゃないですか。だから先生大事なんで、そこはね自己判断でですね、あの、まあ、 なんていうのかな ?YouTube の収益化とかをあの考えてる人にとっては、やっぱその1000人、4000時間超えるために、そんな、まあ、いちいち人のことをね嫌ってたらね、あの始まらないし、その、まあ、こうやって、 来るもの拒まず、去るもの追わずみたいな感じでやっていかなかったら、メンタルは持たないんでしょうけれども、結局のところ、総合登録、総合視聴、総合コメントとかね、総合なんちゃらとかっていうのをやってるうちは、イエスマンに囲まれてて、自分のダメなところ、自分の成長を結局なくしてしまうことですから、で、まとはれ、外れた、 アドバイスっていうんですかね。あの、YouTube において、やっぱりあのディストリビューターみたいな方とか、1万人以上フォロワーがいるとか、再生回数がえ1万回とかね、何千回以上ある。 実力のある方のアドバイスっていうのは、あの、それはどんどん取り入れてですね、いいところをどんどんあの吸収していって、自分の、えー、編集とか、トークとか、オリジナリティを出してですね、参考にするのはいいかもしれないんですけれども、ほんと、登録者がね、1000人って、やっと収益化したぐらいな感じの人で、えー、再生回数が2桁とか、そんなやつのねあの、上から目線のね、あの、言葉なんてね、聞いたってね、意味ないですよ。 ないです。だって人にアドバイスするくらいだったら自分の手こいでしろよと。で、最近ちょっと本当になんかね、この人ね、もうみんなが相手しなくて、こう避けていく。 と、この新しい人のところに行くんでね。で新しく、こう、YouTube やってて、ちょっといい感じに伸びてって、ああ、収益か、とかって言って、なんかライブを始める人のところに潜り込んでいくっていう感じ。基本的にコメントなんかは、あコメントっていう,いうかな、普通の動画っていうのかな。そういう動画なんていうものは、最初のちょろっとしか、えー、見ず。 ちょっと再生してる間にコメントを打って、で、まあ、的外れなコメントを打ってるっていうところがですね、動画の中身なんか見てない証であったりとか、あとはライブに来てたとしても、ちょろちょろっとなんかこう、空気の読めない、なんか、あの、コメントを落とすとか、そういうのが特徴になってくるので、その人視聴者とか、えー、なんか自分の、えー、すごいなんかあのー、 ことを見てる人でではないのでただ単純に自分にアクセスしてほしい自分の宣伝にしてほしいなってほしいと、えー、だ,だからライブに行くとななあの大体の人はコメントを読み上げてくれるわけじゃないですか。なんとかなんとかさん。 でまあコメントの流れがすごかったらそんなねハンドルネームっていうかアカウント名まで読めないんでしょうけれども大体の人はねコメントね読んでくれますからねその読んでくれるコメントのところにアカウント名を言ってねこの方はこの方ですよみたいなこういうインクを飼ってる方ですよとか言ってくれるわけだから自分の宣伝のためにこう言っていると。でそれでああのー、まあ、的外れな愛 なんかこう、あれをすると、アドバイスをすると。で、匂わせて、で、自分の再生、自分の登録、自分のコメント返しに、えー、利用して、そして、えー、メンバーに加入させると。で、せっかいんですわ。私の考え方としては、えー、このメンバー登録とかメンバーシップとかの機能を利用する。 人たちはですね、ほんと1万人以上を超えて、そこでの差別化っていうのかな、ができる人しか成功しないと思ってますよ。うん。その機能を使ってない人とかの方が多いわけですからね。なんか自分がその、抜きに出た何か才能があって、限定公開、限定配信とかする、えー、何かをプラスアルファをできるような人。普段のその動画投稿自体が二桁くらい。 しか再生できななないい人にそんな実力があるとは思えない、うん、だからの気をつけてください。そして、えー、確かに、えー、あ今ですね、うちの、うちの、えー、ライ、うち、うちのライブじゃない、私がですね、やってる、えー、セブンチ・ユノスケの方のライブでですね、カップルが誕生したんですよ。えー、はい。ワイテッチャンさんとですね、えー、 ケイヤマさんっていう方が、まあ、そのケイヤマさんっていう方の方がですね、あの、何て言うかな、検証の方なんですね。あの、検証ナビを買って、検証ナビを買って。 <laughs> 検証ナビのメロン当たりましたってすごい喜んでコメントくださった方で、あ、そうなのとか言ってで、ちょうど私も、あの、なかなか当たらない時期とかに、あの、当たったとかいうの聞いて、嘘ですかとか、検証っていうのはね、そういうなんか、何々の検証応募したとかね、当たったとかっていうのはね、あの、コメントを通すだけでもね、結構嬉しかったりとかするんですよ。モチベーションが上がったりとかね。 不思議な世界なんですよ、検証は。もう、その検証自体が趣味だったりとかするね。その方、そう、そのね、えー、桂山さんのですね、そういうところに惚れたって書いてありますよ、相手っちゃんが。もう、やばいですね、これもう。あの、ちょっと私ね、あの、婚活の、えー、工藤さんのですね、喜びというか、仕事のなんかこう、頑張ってる、あれのなんか、喜びがなんかわかりますね。なんかこう、カップルをこう、えー、 カップルができたりとかですねこう、惚れたとか、男が、男の人がこの人に惚れたとか、この人に、女の人がこの人に会いたいとかっていうのをね、なんかこう、うまいことなんかこう、結びつける喜びっていうのはなんとなくありますね。本当にいいですね。なかなか、あの、その、なんかこう、けばいというか、その、ドロドロしてない、か、 金目的とかそういうわけでもなく、なんかね、純粋な人と純粋な人、えっと、だとすごい嬉しいですね。で、なんか、鉄道事故とかで、ね、これ鉄道系のコメントが来るのはですね、おそらく、あの、電車系をですね、あの、うちの子供がアップしてるからですね。で、あとは、えー、 はじめまして、質問 YouTube 楽しみに見ています。勇気を出してコメントしてみました。ひそかに応援してます。ありがとうございます。ひそかで全然構いません。私、あの、コメントくださってる人が何をしてるかとかね、あの、深く追ったりとかね、しませんのでですね、もう、あの、本命のアカ,アカウント、サブアカとかそんなんじゃなくてですね、落としていただいても全然構いませんので、あの、気軽にしてください。あの、本当になんかね、 あの、ストーカーみたいなことを、えー、全然しないタイプなので、もう無,無害、無害で行こうと思っておりますので、やっぱコメントしたら、普通ね、コメントしたら、そのコメントしたやつは、えー、な、何誰えー、どんなことをやってんのっていうのをさ、見たりとかするやつっているじゃんか。だから、そうコメントするときはわざわざサブアカで、えー、見たりしなきゃいけないとか、そういうなんか保身してる人がいるかもしれないですけれども、私はね、 散々嫌がらせにあって自分が嫌な思いしたのでもう自分なればねもうもう一切個人情報とかそういうものとかはいくら自分がその何て言うのかな YouTube で一回そのカルビー大収穫祭で大量にじゃがいもが当たった時に食べきれないのでおす分けしますっていう時があってですねそれであの住所とかお名前とか聞いた方々とか でもですね、あの別にもうその個人情報はそれだけ送るためだけであとはもう一切何もしないとそんなあの守秘義務とか、まあ、そういうことをそういう当たり前のことをねが当たり前の、えー、常識すらできないような変なやつもいるから、えー、保身しなければいけないんでしょうけれども私はもう自身がひどい目に遭ってるのでそういうことは一切する気もなく、えー、まあ ね、何かだから、かんね、こうやって検証のハガキを、えー、紹介してる中でですね、そのハガキね、欲しいんだけどどうしても手に入らないんですとかっていうのだったらですね、あの声かけていただければと、えー、そんな感じでも思ったりとかするんですよ。でできる範囲で、ねえー、何か 人の役に立つのはいいかなと。結局、建築庁ハガとかもね、一回スーパーに行けば2枚ずつ持ってくるんだけれども、同じハガきがね、何枚も何枚もダブルとか、いろんなこともあるんでね。私がなんか紹介して、これこんなもんいらないぐらいのこと言ってて、あ、それ私欲しいわって言われることもあるんですよ。で、そこで、ご縁が繋がるっていうこともあったりとかね。 するんですよであのー、その方が関わりたいと思ってくださって何かしらこうラリーしてくれるんだったらそのラリーにずっと付き合うっていうそういう感じで、まあ、今ねずっと文通というかなんかあの会ったこともないけれどもやり取りをしてるっていう最長の方が何年かなもうなんか二十何年もうすごいワ いいい時から続いてる方がいますわ、まあうん、私が何回か引っ越ししたけれどもその方が引っ越ししないから特につな、えー、がり方もね普通なんか何回もいろいろ引っ越したりとかするとぐちゃぐちゃになってそこで縁が切れるっていうパターンもあるんでしょうけれども最長の人でも何十年も20年。 変だな考えたことないですけどでもその人がどこの誰かとかね顔がどうだとかねそういうのはね全然気にしないし別に人間ってね顔とか姿とかあとは何,何,何らかの病気とか障害の有無とかそういうのは関係ないんですよ。フィーリングが合うか合わないか。女の後からあの、うん 障害に遭われたりとか、後からこういろんな人生って変遷するわけですから、例えば結婚して1週間後に事故に遭って、えー、身体の方の障害に遭う方もいれば、えー、結婚してその 結婚したがゆえに嫁姑の,あのなんちゃらで精神的に病んでうつになったとか、まあ、そのうつからどんどん進行してっていろんなえメンタルの病気を患ったとかね。まあね、いくらでもありますしね。で人間そういうことで、えやっぱりあの関係ないですよ。もう全然なんか、 普通でまともで、えー、ちゃんとしてても、五体満足で、ちゃんとしててもね、目が死んだ魚みたいなやつっていうのはね、本当に真っ不思議な、えー、ことをするんですわ。人を裏切ったりとかね。あのー。 どよんとした自分の私利私欲だけのことを考えてたりとか利用することを考えてたりとかまあ自分の成長よりも人を踏み台にしてとかっていうねどろーいねその精神が腐ってるなんかそうそういう人もね中にはいるんだよねそんな人よりも全然もう って感じです。今、こういう時代ですからね。もう男性も女性も、いろいろな局面で精神なんか特に病んでる人が多いらしいですよ。その時の声かけとかも、やっぱり、あの、年上の、旦那さんが年上の場合、やっぱり男と女のこう考え方が違うので、男の人というのはすごいプライドが高い。 生き物ですから声かけの仕方一つであの夫婦がぎくしゃく言って離婚とかってあったりとか,、えーそのね、なんか自分に抱えてることを言えなくてであの病,病気精神的な 病気になって、えー、もうほんと外に働きに行けなくなっちゃうような、えー、そういうことがあったりとかするんでねあのせめて家の中家族だけには、えー、なんかこうね悩みとかうだって別に会社のその何て言うのかなその上司の愚痴だとか部下の愚痴とかさそういうの聞いたってさその会社に属してないんだからその家族はですよで。属してないんだからいくらでも聞,聞,聞いてあげればいいんですよ。そして で同調してあげるだけであのそこでねあのただでさえ気に入らないのにそこでいやいやあなたの方が間違いだって否定されるとそれも言うだけもう本当ストレスになるからそうだねそうだね本当にムカつくねとかって言ってやるとですねあのモチベーションも上がってですねあのいい感じになるわけですよ。本当ににスストレスですからね家の中に聞こ あのこうテレワークとかになったりとかして休みとかも多かったりとかして一緒に過ごさなきゃいけない時間が増えればやっぱりお互いストレスなわけじゃないですかそれとともにあのお金がかかるわけですから。お金が儲かっ で,で家の中でこもってるって言うんだったらいくらでもね幸せにね家の中で引きこもり生活できものできると思うんですけれども不自由でお金がな,なくて家にこう監禁軟禁されてるみたいな状況だとやっぱり些細なことでトラブルがあったりとかするんですよ。それも、あのー、子供ですらストレスを感じるわけですからね友達と遊べない会えない外であ,あのー、こうね 外行けないとかってなるとあの結構学校が3ヶ月ぐらい休みの時だった時はやっぱ子供もストレス溜まってましたからねやっぱ子供は子供の世界っていうものがあるので子供は自分の年層ぐらいの ことのコミュニティっていうのと、えーう、年上の親とのコミュニティとか、そういうのもありますからね。やっぱりその時に、うん、あの、義務教育みたいな感じでですね、同じ、えー、年代、同じ時期に、同じ地区で、まあ似たような地区で育った人を一緒くたに学校に行くのは、えー、どうかとも思いますけれども、でもそれが嫌だったら別に私立に行けばいいわけだし、環境の違うところに引っ越せばいいわけだし、あのー、 もうその窮屈な経験たかが15歳ぐらいまでですよね義務教育って15歳の義務教育をあの7歳から15歳までの8年間ぐらいですよねそのあ9年ですね9年間ぐらいの義務教育をあの基本的に耐えられなければ社会生活っていうのがその上に待ってるわけですからその社会生活不適合者になってしまうと。 今こういう時代なんで家の中にこもってスマホとか SNS でお金を稼いだりとか、あと外一歩も出ないでウーバーイーツとか、出前館とかで食べ物とかをね、あの、調達したりとか、あとまあ楽天とかアマゾンとかで物を買って、不自由なく生活できるかもしれないでしょうけれども、やっぱりコミュニケーション能力とか、同年代の人と結婚したりとかしなければ、 すするわけじゃないですかずーっと一人でずーっとやっておくわけじゃ、えー、ないわけですから同世代の人との関わりとかそういうのもねやっぱりあのうん外国人の方と私は外国に、えー、すごくよく行ってた方なのでやっぱりあ,のあんまりうまくいかないのはまあフィーリングとかは 合うんですよあのノリもいいいしし明るいし日本人ってむっちゃくちゃネクラだしね、まあ、日本人よりネクラな、えー、国の方とかもいますけれども、でも割とね、欧米諸国、えー、ヨーロッパからすると、そっちの方にずっといた私からすると、もう日本人はね、背が低いし、で、陰気だし、で、なんか根拠のないなんか、こう、エバクサってる感じ、えー、なんかレディーファーストとかも全然できてないわけじゃないですか。で そこじゃないですかで、なんだこいつらみたいに、ね、目が細いじゃないですかなんだこいつらって思うくらい私は、えー、ギャップがありましたからねだから全然なんかそんな日本人の男にモテるとかモテないとかでなんかうん なん,なんとも思わないですね。ヨーロッパの方っていうのは、まあそれなりにやっぱり男っていうのは見た目が、えー、そう、スタイルが良くて、えー、名花のちがくっきりしてて、いわゆる美形みたいな感じのミスユニバースみたいな感じのね、人のことを好きになるかもしれないですけれども、でも、フィーリングとかですね。 あの、そういう、もう、趣味、思考っていうのはそれぞれ人がち、人それぞれ違うわけで、やっぱりフィーリングを大事にしたりとか、うん、なんかね、こう、はっきり言わないとかね、なんかこう、上から目線で来るっていう感じ なんか結構ヨーロッパの人とかって、君は何がしたいのどうしたいの君はどうなのとか、席座ろうとするとスーって椅子引いてくれたりね、荷物持ってたらね、スーって持ってくれたりとかね、気が利くんですわ。それはもう全然気が利かないの。日本なんですわ。もうほんと帰り、えー、なんていうのかな、成田空港に着いて成田エキスプレスに乗ってる瞬間からもうなんか、カーって冷める、あの感覚っていうんですかね。うーん。 ま、今は海外に行ってないから、あれなんですけど、だってもうはっきり物事をさ、言うとさ、そのはっきり言ったことでさ、ネチネチ集団でさ、いじめしてくるとかさ、ほんなんないからね、マジに。ありえないわ。思ったこと言って何が悪いんやで、なんか人に取り付いて、強いものにはしたがって、弱いものは集団でいじめる。そういうクソみたいな感じは、やめた方がいいと思います。えあと、検証。 私も最近始めました。検証紹介助かります。おー、ウェルカム、ウェルカムで、ウェルカムですね。検証私も始め、どんどん始めてください。もうね、検証に応募したことがない人の方が私は当選すると思っています。うん。あの、もう、ある一定のね、もう名前と住所ってロックオンされちゃってるって思いますからね。同じ検証に何個も何個も応募したって、ある、ある程度、えー の当選数しか当たらないと思いますよ。で、やっぱり企業側もこう PR でやってるわけですから、ロ録ンしてるケース絶対あると思いますよ。新しい人が応募したら、そっちの方が嬉しいに決まってるじゃないですか。毎年毎年毎年、ククの研修は毎年毎年当たりますっていうね。それはね、ただの癒着です。はい。あのー、ローソンの研修すごく当たります。当たるわけがありません。ローソンはね、店舗数が多いからです。 それは、な、あのー、コンビニの検証はすごく当たります。応募する人が少ないです。でも利用する人がスーパーの日にならないくらいコンビニって多いし、多岐に渡ってるし、店舗数がね、最後まで全国区ですからね。で、あのー、ウェブ応募とかもね、進んでますしね、それは絶対ないなって思ってますね。うん。あのー、何、何回も当たるとかの確率はどんどん低くなっていくと思いますよ。 うんだから、検証はね、新しく始める人、新しい住所の人の方が絶対いいと思いますよ。あの、ナスビの検証生活っていうのは、私は YouTube で見たんですけれども、でもなんか、あの、途中で何回か引っ越しされてましたからね、もうそこからもですね、ロックオンされるとなかなか当たりづらくなると、えー、そんな感じになると思いますよ。 あの同じ雑誌とか同じえ検証とかっていうのを、まあ、こう同じようなスパンであの検証ってやってきてますからその何回も何回も当たる説っていう方が ないと思いますね。ねただ私は大体あの大型検証でも2個3個ぐらい当ててたりとか、そ,それもなんか企業によって何個でも当たる場合もあるし、あの、ちゃんとロックオンしてる会社とかもあるので、何とも言えませんけれども、何とも言えないことだから、なんかあの、それっぽいこと言って、それっぽく徐々を騙す。 そういうことにね、引っかからないようにしていただきたいかなと思っております。なんか、とにかくね、あの、すべてのことはね、鵜呑みにして信じる前に自分で試してみてですよ。あの、その人の言ってることはた正しいのかどうかっていうのをね、自分で判断するね、判断する、その自己責任っていうのは必要だと思いますよ。株でもそうだと思います。はい。で、うちの、えー、この、ちびの、ちのふけのコメントも出てきてる。 ちびのすけのコメントが、みやびさん好きだよ。あのー、これ、これ、青みやびと、これ、白みやびって言うんですけれども、もう、うちのちびのすけはですね、もう、一年ぐらい前から、この、キティちゃんのこと、みやびって呼んでるんで、みやびさんっ,って言ってるんですけれどもね、って呼んでるんで、別に、あの、タイはありません。で、むしろ可愛がってですね、昨日の夜、あの、動画、この、青みやびを出そうと思ったら、もう、一緒に布団の中に入れてですね、一緒に、あの、寝てました。それぐらいなんか好き。 っていうことですね好き,好きじゃなとかあったらこれこれをめがけてこんなにいじめてんだったらちょっと問題があるかもしれないですけれども好きなんですよ、うんうん、まあキシーちゃんってね愛されキャラですからねそしてえー、なんだ達人のタワー1週間で20件月80件を実現するには 当選率10%として、1ヶ月に800枚くらいハガキを書か,かないといけない計算になりますね。皆さん、よく考えて当選タワーを見ましょうああ、これ系ですね。ライブをやってるとですね。よく、えー、飛び交う、えー、ことでございますね、えー。あの、タワーに関して、私もねあの、割と当たってる方なんですよ。当選の確率的には、えーまあ、70%くらい出したハガキはほとんど当たってるっていうような、えー、イメージで、 当たたっってるね自信があったんですけれ週間で何も来ない週もありますしで来たとしても商品券1000円ってだって検証紹介してる中でも商品券1000円むっちゃ多いじゃないですか商品券1000円だったらただの封筒ですよでそんなのでですねあのー、タワーになるわけがないんですよおかしいなおかしいなおかしいな らしいなあと思ってたら、どうやらあれはサムネ用のあのー、偽タワー。 っていうことになりますね。あと、あの、よくよく、その、えー、突き詰めてみると、サンプルだったり、企業案件だったり、えー、なんかそういうものが混じってるっていうのを、私はですね、あの、サンプル百貨店のリアルサンプリングを見たときに、えー、これの金額も課金しちゃうのみたいな。こんなのも、えー、もらったことに、検証の当選の、えー、いくら、えー、当たりましたに入れちゃうんだったら、それって、 税金、贈与税に当たると思いますよみたいな感じですごくね、危険だと思いましたよ、逆に。私はその達人にね、危険ですよ。あまりなんかそのサンプル品とかあの、特にね、モニター品の、まあまあ、すぐ,すぐモ,ニモニターしてもすぐ手の届くところにえあるんだけれども、こういうようなものとかですね、あのすごくね、いろんなものがうちにも届くんですね。えこういういもの えー、定価がね、9000円だったよ。これちょっとわかんないですよ。わかんないけれども、こういうのをですね、当選品の金額にカウントすると、これ9000円とかねあとこう、こういうのとか、まあこれは、えー、まあ、モニターでね、 えー、レビューしてくださいみたいな感じでブログ書いてくださいみたいな感じで、えー、ん来たものなんですけれどもこれも当選品にしちゃったらこれが5,000円とかね化粧品なんか特にプライスレスですからねあとこういう、えー、こういうオールインワンのこれは何だろうこれもなんか届,届いてるんですけどこんなもんもね、えー、当選品にするとま,まだフ,フーすら開けてない開けてない開けてない まあまあ、こういうやつ、あと、あとこれ、これは何だ、これはコンディショナーって書いてある、ね、ロジックのコンディショナーとか、こんなもんもね、なんだかんだ1000円とかね、その,あの企業の、えー、いいねになってくるんでねここ、こういうものとかね。 ちょ,ちょっと SNS とかやって割と目立ってると割とねこういうのはね年中ね、あのー、送られてきたりとかするわけですよ。そういうのも当選品にカウントするとそれはその何10年で2,000万だのって言ったらそれに対して税金か,か と思うんですよね単純に私はその部分でもうなんか嫌がらせされたので特にそんなんで SNS とかに上げる危険性怖えなってだから検証でさこう純粋に応募して物語るっていうの以外にサンプル品とか、えー、あとはそのモニターレビューの。 お品物も、贈与みたいな感じですね。当選品って言い切っちゃったら、それは、あの、当たってもらったものってのあるから、税金の対象になるんじゃないですか危険ですよ。あんまり言いすぎちゃうと、そういう、あの、気に入らないやつに、あの、人生ぶち当たることありますからね。したらね、それ全部なんかの足元救われたりとかですね。キャンペーン事務局とか、こういう、あの、発売元とかに電話かけたりとかね。そういうね、嫌なやつにね、 ぶちゃたったりとかしますからね。うん、そして、こんにちは髪袋を見たとき、スーパーのご当地フェアで購入してきたものかと思いました。今回は、さゆちゃん、最後だけ出演で寂しかったです。これはですね、あの、まあ、この後、えー、この後になるかな え、アップするやつ。まあ、今日までのね、検証なんですよ。結局、ローソンがあって、コンビニエンスストア狙い目だとか、絶対当たるみたいな。毎年当たってますとかね。テレビで、テレビの番組には言ってたんでね。あれでもよくよく考えてみよう。あの、8割ぐらい、アナウンサーっていうかな、ナビゲーターの人が喋ってて、ご本人ワイプかなんかで出てって、うーんって、にこやかになんか、うーんってやってる。 だけなんですよね。喋ってないじゃん、みたいな。で、その、えー、テレビの、えー、テレビの、その、半径を持っているテレビ局から許可を得て、自分の YouTube にアップしてますっていうので、再生時間稼ぎをしてるわけですよ。 汚いんですよね、もうやってることが。私は、そういうことなしに、自分のトーク、自分の動画のみでですね、4000時間とかですね、あのー、登録人数とか超えてますので、あのちょっとね、ほんとそれ、あのテレビのやつをそのまんま、あのー、YouTube に載せて時間を稼ぐっていうのはね、汚いなと思いましたね。で、その番組の中で、なんかその、コンビニエンスストアは、 ローソンはすっごい当たりやすいと。コンビニエンスストア利用する人はほとんど検証に応募しないって言ってましたけれども、えー、全然そんなことなく、えー、やっぱり、うん、あの普通に <laughs> 主婦だってローソンにもいい、ローソンなんかいっぱいあるわけだからね、ポンタだって、D カードだって、いろいろな、えー、キャッシュレスの,あの端末、いろんなものとか利用できたりとか、今は価格もね、そんなにコンビニだからって言って、すっごい高いっていうわけでもなく、プライベートブランドとかもあったりとか、えー まあ便利ですからねうん。 行ったりとかすするわけですよあと、えー、すっごい当たりやすい検証とかは、コンビニ引き換えっていうものがすごく多いんですよ。あの、アプリでで,ですね。あの、すごい当たりやすいアプリっていうのが、なんかあって、それドリンク1本無料とかね。そんなんでコンビニにいざなう系の検証もあるわけですよ。もう、ほぼほぼ大量当選ってやつですね。ああいうのの引き換えはコンビニだったりするので、主婦の方とかも結構コンビニに行くんですよ。 だから、えー、コンビニエンスストアの検証がね、当たりやすいわけがない。そして、ローソンは、私は株主ですけれども、ローソンとか、ファミリーマート、セブンイレブン等々ですね、コンビニエンスストアっていうのはデータ管理むっちゃやってるんですよ。顧客の、えー、ニーズをつかむために、新商品を一週間に一 ガラッと入れ替えたりとか、えー、顧客のマーケティングすっごくやってるんですよでそういう企業がロックオンしないわけないんですよ1回当たった当選者を毎年毎年野放しに当選するってことはありえないんですよっぽど、えー、その応募の数が多いとかあとはそのまあ癒着っていうんですかねそのローソンのオーナーであったりとかあとはまあまあ分かりやすく私が思ったのはフジテレビの中にローソンあるんですね で富士テレビってローソン系、ロ,ローソン。大体ああいう広告っていう、広告関連っていうのは、その企業に、その、なんで、競合他社があ癒着しないようになってますから、まあ東京タワーなんかは1階、一階にファミリーマートがあって2階にローソンがあるとか、そういうパターンもあるかもしれないですけれども、大体フジ富士テレビの中にローソンがあるってことは、あ富士系列なんだなと思うのが、えー 私の思うところでありまして、そういえば、あの人、フジテレビに出てたな、フジテレビ系列のテレビだったなーとか思うと、おおテレビ関係の何かで、どったらこったらなんだなーとかっていうえ感じ、フジテレビ関係のローソンの、その店舗の、えー、なんかオーナーだったり、知識切ってる人だったり、マーケティングなんとかだったりとかで、なんか当選の向こうだったものを、当選向こうになったものを、えー、ご自身のところにとか、なんかいろんな、なんか こう、大人の状況がですね。思い浮かんできちゃったりとか、あとは何か当選するためになんかデコハガキをとか言ってます。けれども、そもそも年賀状とかをですね。年賀状とかあと、あのカモメールとかあれのくじ付きを狙っていっぱい買って、その9時でワンちゃん。 外れたものをデコハガキにして検証に再利用するっていうことなんでしょうけれどもそれの,あのくじ番号のところにねマスキングテープとかをしてデコるっていうことをしてるんだったらはっきり言って5円出してさらなまっさらなハガキに交換した方がコストよくねみたいなそもそもあの63円のハガキとかは金券屋とかでですねうーん 買ったりとかした方がよくねみたいな。コストかけすぎ、時間かけすぎなのにいっぱい当たるのはおかしいなって思うんですよね。当選率がデコハガキをして100%ぐらい、まあ、に近い9割ぐらい当たるんだったら、まあ、やってもいいでしょうけれども、1個のハガキにこんな子供がね、私1人ですが、1人で もう、いっぱいいっぱいですよテ。テーブルの上だの、あと買い物行ったりだとか、こんなことね、はがき一枚にね、一級入婚みたいなね、ことやってらんないっすよ。マスキングテープ貼ったりとか。こう コスパ悪くないですそんなんで。あの、そのくじの。まあ、言ってることはわかるよ。年賀状の落とし山付きとか恥ずかしいからさ、こう隠したりとかしますとかって言ったとしても、そのマスキングテップって割と地味に高いんですよね。何巻かあって100円とかの100均とかで買うんでしょうけれども、そんなの貼ってさ、なんとろう、こったらデコってなんとかってするんだったらさ、なんかあんまり、 コスパ良くないんじゃないのみたいな普通のまっさらなハガきで勝負した方がいいんじゃないのってもうそもそも,もうこういうねハガキが主流で、えー、ネット検証なんだから読みやすい字で書けっていう以外の何がありますかっていう読みやすい字分かりやすい住所 えー、読みやすい名前とかね、わかりやすい名前とか、まあ、あなたの名前が難しい名前だったら、まあ、ちょっと自分の名前をね、検証ネームっていうものを利用して、まあ、難しい名前の人いるから、あの、なんかこう、当て字のまあ、そういうのは、もうこういう、こういうのをね、あの、変換するキャンペーン事務局の側でも、入力ミスとか、あ、めんどくせえとか実際に思われちゃって、弾かれるの嫌だなと思って単純な名前にするとか、 そういうなんか現実的なことだったらいいけれども、なんか言ってることは違うなとんで、あと一番ね、私がね、あの疑問に思ったのは、えなんか雑誌が当たりやすいとかして、明らかにさ、男性が見るような週刊誌を掲げてたんですよね。おすすめとか言っていて。 いや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 それはないでしょうつって。ほんなのもいくら検証が当たるっつったって、そんなもん買わねえよつって。年間購読、まあ、例えば、その検証ナビとかで、えー、例えれば、1年間、年間購読で毎回毎回買ったとしても12冊。そのうちに1回でまたったらもう1回購入しようかなっていう気分になるかもしれないですけれども。ん、週刊誌をね、男性週刊誌ですよ。 なんかエロいヌードの袋閉じみたいにあるような週刊誌のあれが当たりやすいとかって言ってるねところがねなんかなんかちょっとあれとか思ってであとはなんかそのえなんだろうなプリクラを貼るとかねプリクラなんて貼ったらダメですよ個人情報じゃないですか。子供ととね家族のののの自分の顔とかそそんなわわざわざそれ以上の個人情報を 何をする必要がございますみたいな <laughs>。あの、怖いですよ。怖いですよ。キャンペーン事務局だって、怖いと思いますよ。そんな必要以上の個人情報は、いりませんからっていうのが検証ですからね。だから、あの、クレジットカードの情報とかも、こっちがして何かトラブルになったら、怖いから、そこの部分カットしてくださいっていうのが検証ですよ。 そこにいきなりね、肉食べたそうな顔の子供のプリクラを貼るなんてね、怖いですね。私は嫌ですね。子供のえ顔とかのプリクラとかを貼る、えー、のは、あまりちょっとっていう感じに、えー、思いますね。うん、そして、えー、ムーンライトのクッキーは美味しいぜよ。<laughs> えー、ちびのすけくんの味覚は確かな。 ムーンライトってあの、あの安いクッキーのことですかね <laughs> あの安いクッキー、ほーんって。あと電車関係。まあ、電車関係はちょっと関係なんで、ちょっと割愛してですね。うん、あと、まあ、えー、危険運転とか、ね、時事ネタとかのこととかも私言ってるんで、時事ネタに関しても、えー、コメントいただいて。 あとは、あのー、アイスレディのことですね。アピタに連絡したら交換してくれるって言ってくれて安心しました。また効果教えてとかね。あのー、こういうのもね、ババアだからこそ、わ、えー、かる対処法っていうのがあるんですよ。大体いい若い人って、自分が買ってきた、そのアイスレディとか、そういう、あの、脱毛器とか、そういうちょっとしたこと、壊れてたらう、うーって思って、そこで諦めちゃうんだよ。諦めないでって私は。 えー、そこをですね、えー、バ,バアの <laughs> あの <laughs>、なんて言うのかな。まあ、それどこで買ったのだったらね、買った先に言ったらいいよとか、あのー、そ、そういうのね、粘り強く私はね、あの、あんたんとこでね、壊れてたんだからっていうのをね、結構粘り強く交渉して、えー、良品をだとすそれ当たり前なんだもんなって、壊れてるの。まあ、それはね、仕方がないんだよ、物だから。 壊れてるの、千個に一個、物が壊れてるっていうのは、クオリティコントロールしきれない、品質管理のですね、もうその割合で一定層不具合の物っていうのは発生してしまうので、それは仕方がない。でも自分に当たった時に、それをやっぱり、もやもやしていてはいけない。やっぱりそれを、あの、言わなければ、そして、あの、円満解決するようにですね、また、 例えば私のこの、えー、小田急ロマンスカーの、えー、この、白みやびさんなんですけれども、えー、こう買ってきました。でもここの靴のところにね、縫製ミスがありましたと、あの、普通の人ってね、大体なんかもう、あって思いながら諦めちゃうんですよ。でも私は諦めないで <laughs>。えー、この、販売元に連絡をしまして、良品と交換して、あの、返品した。 え返品いうか交換していただいたっていうそんな感じですね。んそしてえ単純にローカル検証メインのチャンネルやっても若い子はあんまり興味ないしかといって4050代でそんなに YouTube 見てて検証好きな人って多くないと思うんです。他に何かかないとと美容系とか あの鉄道系 YouTuber のスーツさんですら旅行好きな40、50、60代がえ旅行チャンネルのメイン有料視聴者ですからっていうことなんですけれども、これはね、もう本当にあの素晴らしいご意見だと思いますよ。あの収益化、もし YouTube で収益化を 目指すのであれば、まあ、スーツさんも、えー、そういうなんか分析とか言ってたんですけれどもあの人も短くきちんとあの簡潔にまとめて編集してる動画もあればただひたすら喋ってるあの動画もあるわけですよその中ですごく賢いなと思ったのはまだ20代前半なのにすごい賢いなと思ったのは自分の視聴者の、えー、視聴層っていうのをきちんとアナリティクスでチェックして何十代の方が見ていると。だから この視聴者に沿った内容をやろうとかその視聴者はなぜあのいいのかとかっていうのを分かっていらっしゃるだから子供 YouTube において子供向けのものはあまり収益にならないというのは子供が見ても広告子供が見てもものを買ってくれないだから子供向けはあまり よろしくないとお金にはならないということですねだから一番お金を持っているまあ、35歳以上の女性の方ですね のをターゲットにした YouTube は広告単価が高いんです。だから私のこの、あの、大したことないですよ。全然再生数も200回とか、なんそれくらいですからねで。まあ、いい、いいものはね、あの、何て言うのかな。視聴が高い順からやればあ、何がバズってるのかっていうのはわかるかもしれないですけれども、ほとんどね、出してる動画の、えー、大半が、えー、まあ、 200とか300とか、それくらいですから、そんな大した YouTuber ではないんですけれども、えー、定期的にその YouTube の金額、んなんか設定してる金額っていうんですか、8000円以上。8000円とかってなったことはないですよ一。一番最初の収益ですらあの1万。 何十円とか、そんな感じですからね。えー、まあ、コンスタントにそれだけの金額がいくっていうのは、もう単純に皆様が35歳以上の女性で一番広告に貢献してる評価が高い方々が見てくださってる。だから、広告単価が高いんです。すごくありがたいです。本当にありがとうございます。あの、そこをターゲットにしてるってこと自体がですね、あの、良かったっていう、そんな感じでございますね。 はい、そしてえ収益化目指してたのかなただ簡単に紹介してた方が良さそうな気がしますもったいないですよね「アレプス×森永製菓の当選品今日届きました」ああこれはあれですねあの方ですねあのー 検証系で YouTube をやられてる方が、えー、収益化を目指してるっぽいよみたいなまあ、それって行動で分かりますよねいきなりダラダラとライブを始めた時間稼ぎをし始めたらあのもう登録者1000人で、えー、無理くそライブを始めてたらも時間を意識して収益化を目指してるってもうこれは分かりやすいことですよそれは仕方がないですファンの皆様は本当にがっかりしております できればえ純粋なです、ねえー、なんかこう検証を簡潔に紹介するチャンネルでねなんか不可価値他の、まあ、検証だけでね、えー、なかなかその すぐにズバーンとこう行くのは難しいんで、えー、まあね、普通の人っていうのはそんなテレビ番組とか30分そのまんまあれでうまくさ、あれしてる、まあ、1時間ぐらいのやつをですね、3000回ぐらい見てもらったら、それ4000、時間超えますわね。1時間の番組をさ、3000回で、それ3000でしょで、あとは3000時間行くわけでしょで、テレビ番組だったらみんな最後まで見る。 だからね、それ入れて収益化してるのと、やっぱ一般人がって言ったら、それはやっぱきついですわ、超えるのは。ライブしなきゃどうにもならんですわ。でも、そこでやっぱりね、収益化がだんだかんだとかって考えてくると、余計な変なやつがね、来るから、それに気をつけて、本当に。気をつけて、あなた、狙われてるよ。えー、タワーの段ボールはあくまでサムネ用で、 えまあそんな気はします。サンプル、モニター、PR 案件、全部混ざっているかと。イオン、ダブル当選も、貼ルスペースが小さくて裏面も少ない検証の時は、たまに、えー、私もスイープにレシート入れます。それで当ててるので、えー、袋に入れるのは問題ないです。 年はぐきは毎年書き損じ用の予備で余っていて他には使えないと思っている人が大量に金券ショップやメルカリで売ったりえ売ったりえここでここで切れてるから読めないのでまあ気になる方は私のコメントをですねあの見てみてくださいえ作ってもらおう作ってもらおう意味わかんねえなこれもコメント拾いもねあんまよく。 わかんない。ちょいちょい動画拝見させていただいてます。当選確率すごいですね。羨ましい。ありがとう、えー、ベルクでの初当選おめでとうございます。伝票にも書いてない場合は、記号、アルファベットがどこかにないか、その記号が Web 応募のアドレス末尾のスーパーごとに違う部分と同じだったり、スーパーの略称だったりします。私ね、応募したらね、 もう期限終わったらね、すっかり全部捨てちゃうタイプなんでね、はがき取っとかないんですよ。だから、あの、これ逆証がどうのとかっていうのもね、全然チェックしてないんですよね。だから、あのー、森永製菓のやつとかは、たまたま、そのベルクって書いてあったからよかったですけど、書いてなかったらわかんないんですよ、キッコーマンのやつとかも。どこのスーパーの検証の応募ので当たったのか、書いておいてほしい、本当に。えー ハリネズミは両手でそーっとすくい上げるように持ち上げてくださいって、あ、これね、すっげーよく怒られるんでさ、つ、つまんだらダメだって言って。えー、えっ、ー、と、あとはですね、いつも、料理中やお皿洗いの、 えー、隙間時間にラジオのように聞かせていただいております。検証付きなのでとてもためになります。これからも楽しみにしてます。って。あのね、私も実は工藤さんの動画とか広告入らなかった時はずっとループリピートエンドレスでずっと聞きながら皿洗いとか家事やってました。で、風呂入ったりとかもしてました。で、何が良かったかっていうと声が 大きくて、聞きやすいからです。これ人によって違うんですけれども、声が、あ、まあ、植草さんはマイク使ってて、きちんとやってますけれども、工藤さんとかは、はい、はい、皆さん、こんにちは。婚活高校、工藤です。とか言って、声が大きいんですよ。 声が大きいと聞きやすいからついついラジオ感覚で聞いてしまうっていうのはあるんですね。これね、YouTuber の方でね、声すっげーちっちゃい人とかいるんですけれども、声ちっちゃいと何言ってっかわかんなくて、それがストレス。だから、あの、マイクは結構重要みたいですよ。私これマイクなしで、普通にあの、スマホに向かって喋ってるだけなので、でも十分声がでかいから、あの、 こんな感じで聞こえててね。あの、まあ、何て言うのかな。長話で、いつまででも喋ってられるっていう特徴、特技がありますんでね。まあ、これ倍速で聞いていただければ、30分のものは15分、1時間のものは30分、その分ですね、暇つぶしになるんじゃないかなと、あの、戸惑っている時間というのがなくてですね、次から次へと買って、 喋りまくるという、そういう感じでですね。まあ、あの、この声聞いてると、すっげえムカつく、不快だって思う場合はですね、これを、あの、かけ流してですね、あの、<laughs> 聞いてるとですね、眠くだったりとかします。脳が拒絶するような、えー、ものだとですね、すっごい睡眠にいいんですよ。私もね、割と嫌いな人のね、長ーい動画をかけっぱなしにして、よくそれでね、寝落ちします。 すっごくね、えー、なんて言うのかな。睡眠誘発サブリミナル効果。抜群なんですよ、嫌いな人。 アンチの方もね、ぜひ、そういう活用法でですね、聞いていただければ。でも、私の場合に、あの、広告つけちゃってるんで、途中途中、広告が混ぜるんで、イライラするかもしれませんね。まあ、そういう場合は、あの、YouTube プレミアムに入るといいんじゃないですかまだ私、YouTube の仕組みとか全然わかってなくて、なんか、YouTube の税金がどったらこったらとかもね、そんなもんもう全然登録してないんでございますよ。別に、そんなんで、収益がどの頃で、アメリカの税率が何0%でどの頃で、もう全然、 で、鼻から当てになんかしてないんでどうでもいいです。別に税金なんかまそれでなんかあの経済が潤ってくれれば、もう別にウェルカムです。その税金分ですね。あの稼げるようになればいいだけですから。まあでも手続き上やっぱりなんかやらなければいけないっていうことであれば、まあそのうちそのうちやるけれども。やろうかな。 まあまあまああんまりそんなこと考えてないですよだってまだあのつい最近2万円いく。ね 行ったとか、それぐらいのあれですからね、あまあ、100万とかいけばね、1割もね、大きくなるかもしれないですけれども2、2万円の1割なんて2000円ぐらいでしょう。ほんのもなく主催のプラットフォームでやってくださってるね、YouTube にね、多少多く取られようが何しようかね、もう関係ないでございますよ。はい。そういうことはね、全然ね、ケチってないでございますね。えー、ということで、うん、大体のコメント読んだかな。してきて、新しいの読んでね。 あさた質問です。あ何オカメインコの人って名前コロコロ変わりますしコミュニティが変サブアカも複数あってサブチャンネルの投稿が異常でした分かってる人は相手にしないから新しい人に取り入れるんでしょうねやばいですあああと質問ですっていうのが入ってる、うん。はい、まあそうなんですよ、うん、おかしいんです。 でも、あまり、いじめみたいになっちゃうとあれだから、本人が気づいてですね、あの、人が嫌がってることをやるなよって、次から次へと新しい人に取り付けば、じゃあ OK とかそういう問題ではないので、自分を磨け自分を磨けな、それが一番、あの、イエスマンに囲まれてたら、これはね、何のことでもそうなんですけれども、自分の動画に対して、ろくに見もしないで、 すごいですとか、あの、いやー、なんとかですって、全部プラスの褒め言葉ばっかり言ってくる人ばっかりを周りにあれすると自分の成長にならないですからね。だから、あの、斬新な意見とかですね、あの、なんか反対意見、反論とか、こう考えてるとかっていうですね、あのこう意見交換できる方が全然自分の,あの成長になりますよ。まあ、私は、 うん、なんか、あの、その、なんていうのかな。達人の悪口言ないみたいな感じで来た人に、人がね、一人だけいましたけれども、そ,それはね、なんかあ、言い方がムカついたなって思って、削除してブロックしちゃいますけどね。<laughs> でもあんまり、あの、そういう、な,なんていうのかな。YouTube においては、全然そんななんかあの、あの、なんか、ブロックするに至るような変な人って、その、一人だけでした。 多分、関係者なのかなと思ったんだけれども、まあ、別に、うんうん、うん、っていう感じですね。まあまあ、一通りの嫌がらせは経験しての、あの、俺、YouTube なんでね、うん、全然、 ああ全然って言っておきながら、なんか、ブーって思ってるかもしれないけれども、それはそれで、それはそれ、これはこれ。ということでですね、今回、あの、異常に長くなってしまったので、この辺で、えー、終了させていただきたいと思います。まあ、検証に関してですね、あの、ちょっと、えー そのコンビニエンスストアが当たりやすいっていう件に関して私の持論としてはコンビニエンスストアでもちょっと珍しいコンビニエンスストアの方が当たりやすいっていうのが思ってるところでですね私は意見が違うなあの方は意見が違うなって思ってでまあ意見の対立なのでですね私は私なりに動画を撮ったんですけれどもまあおそろいの地区が神奈川県みたいなのであのー、ね 同業者にね、情報をやる必要はないと。えそうちょっと考えましたので、スケチ臭く,くですねえ、動画のアップの時間をちょっと寝かせたっていう感じですね。うん。あのー、そんな感じでございます。 だって、検証のこの情報とかもさ、いろんな人の SNS を見て参考にしてますとかって言ってるんで、この検証の私のこの、あの、紹介とかで当たりやすいとかっていうのもそのまま実践してるのは、私と同じものがね、当たってたらちょっと悔しいかなっていう、ちょっと結熟臭い根性をですね、私も、えー、思っちゃったわけですよ。それで、あちょっと、えー、まあ、私の持論が当たるかどうか、 の検証実証実,実験も兼ねてですねちょっと公開の日にちを、えー、普通だと私撮ったらスクアップするタイプなんですけれどもちょっとずらしたっていう感じでまあ見ていただければとコンビニエンスストアの携帯で一番当たるとされているのはマのマネだみたいな。 うん、まあ、一発撮りで、その、あそこの、あの、中で撮ってるから、どういうもこうにもうまくいったかどうかわかんないですけど、まあ、こ、え、ん、ー、な感じでござい、ます。はい、えー。成功体験から、えー、私は、あのー、やってるものですからね。で、話を持ったりとかですね、情、えー、弱の人を騙したりとか、そういうのが私は大嫌いなので、まあ、ちょっと、あのー、 聞いてる人でムカつく人はいるかもしれないですけれども、えー、何かの、えー、皆様の参考に役立つことをですね目的としておりますのでお許しくださいまし、えー、ご視聴ありがとうございました